割と1月4日の木曜日の朝なんですけれども、あの撮影日がね、2020年に入りましたが、まあ、あの年始ね、年明けてからいろんなあの災害とか事故が発生したりしてまして、すごくこう複雑な気持ちにはなりますけれども、まあ、今回ちょっと、えー、と年末年始に、ね、何をやっていたのかってことをちょっと何本かに分けてお話ししようと思います。 僕の父親の、えー、父方のですね、お墓が大阪府の南部の方にある岸和田市にあるんですよ。んで僕の相方の、えー、やはり父方のお墓が大阪市内にあって、 まあだから関西に年に1回ぐらいお墓参りに行きたいなと思っていて。で、まあ前回行ったのは2020年の1月っていうそのコロナ禍が始まる直前かな。で、その後コロナ禍とかいろんなことがあってしばらく行けてなかったんですけれども、今回ようやく4年ぶりですかね。約4年ぶりかなんかに大阪の2カ所のお墓を巡ることができたと。で、そのお墓参りするときに、まあ我が家はお笑い好きなので、その吉本の総本山みたいな 感じですか、ね、あのナンバーグランド花月っていう大きな劇場と京都にある祇園花月っていう劇場に行ってまあ見て帰って見てそしてその関西ならではの粉もん食べて帰ってくるっていうのは割と定番だったりするんですよねで今回だから30日の夕方と31日の朝市とえっ、ー、と1日の午後かなの3回の公演を見て帰ってきたっていう感じなんですけれども まあ年末に、あの、坂田敏夫っていうね、あの、アホの坂田で有名な芸人さんが亡くなったんですよね。80何歳かなんか、老衰だったって話なんですけども。で、亡くなった直後かな、亡くなったことがニュースかなんかで報じられた直後かなんかの講演だったんですけども、テンダラーっていう、まあ、割とベテランの漫才師が、漫才のネタの中に、アホの坂田のネタをね、 放り込んんんでででききたすすよ、まあ、アドリブだと思うんですけど入れてきてそれでねなんかね「サ、あのーショウ受けましたよ」かなんかこう上の方見てね言って観客がね拍手喝采したっていうねその先輩に対するリスペクトじゃないですけれどもあったりしてちょっとねまあ笑えたしちょっと涙が出そうになったみたいなところがあったりしましたね。その天だら 割と何て言うのかな勢いでポン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 ,ポン笑いが出てくる笑いが出てくる笑いが出てくるタイプの漫才だと思うんですけれどもそこにねふっとこう坂田敏夫への何て言うのかな思いを込めた坂田師匠のギャグを放り込むっていうところがなんかこうさすがだなって思いましたね。それ以外の 漫才師でもその坂田敏夫に対するねこのコメントをするっていうのもありましたね笑い飯かなんか確かあのコメントしてましたけれどもなんかそういうのがあったりしてねその辺がやっぱりこう大きな存在坂田敏夫って大きな存在だったんだろうなっていうふうにちょっと思いましたでまああのー、1月1日のその大きな地震が発生した時僕は吉本のえっ、ー、と祇園か月にいたんですよね京都の祇園か月にいてでその前半の えっと、漫才とか落語が終わって、休憩が入って、その後神経気の。 お芝居があるんだけど新喜劇のお芝居が始まる直前に擬音花月は幕へ上がる前にその日の新喜劇のお芝居に出演する女性座員の中で多分一番若い人がやるんじゃないかな一番若い女性座員がその日のお芝居に出演する座員の名前を全員生で読み上げるっていうのが定番になっていてこの日確かね川筋ライダーだったと思うんですけどが、まあ、読み上げてたのよ 読み上げてる間に地震が発生して、まあそこで中断したのね。で、劇場の支配人が出てきて、安全確認しますって言って、確認が取れました、再開しますって言って、もう一回川筋ライラが、なんだっけなもう一回やりますかなんかね、すごいね、元気な声で言って、だからまあそこで、まだ当そ,その時はね、その被害状況なんか分かんなかったわけですけれども、でもその、そこに見に来ている、要するに笑いに来ているお客さんを笑わせようっていうことでね、川筋ライラがそこの、 読み上げの時もすごい彼女なりのね若手だと思うんですよ相当若いと思うんだけど彼女なりの努力をしてなんかちょっとした面白いことを言ったりしてねあのその劇場を盛り上げようとしたっていうのもまたこれはこれで感動しましたねそんなことがあった1月1日でしたほんじゃまた